ここからはニューヨークのスタジオからこの一週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリーキャッチです今日もアメリカ ABC ニュースが大きく報じた項目をお伝えします南部の州で局地的な竜巻が多発大きな被害が出ました世界初 遺伝子を置き換えるゲノム編集の治療法をアメリカが承認しましたはじめに大統領選挙が来年に迫る中さまざまなスキャンダルが取り沙汰されているバイデン大統領の次男ハンター・バイデン氏が7日脱税などの罪で起訴されましたハンター氏が起訴されるのはこれが2度目になります今回の起訴は 大統領の息子であるハンター氏の疑惑を調査するために任命された特別検察官によるもので担当するデビッド・ワイス検察官は2016年から2019年までのおよそ140万ドルの税金の未払いに関連した3件の重罪のほか6件の軽犯罪を含む9件の罪状で起訴しました検察側が提出したハンター氏の支出リストの中には さまざまな女性への支払いとして68万ドル以上衣服やアクセサリーに39万7千ドル以上そしてポルノを含む成人向け娯楽費として18万ドル以上が含まれていますまた基礎上ではハンター氏がウクライナ・ルーマニア・中国の外国企業から数百万ドルを受け取りその金を浪費したとも主張しています 一方ハンター氏の弁護士は起訴状には新たな証拠はなくもし彼の名前がバイデンでなければ告発はなかったであろうと述べ共和党の圧力によるものだと主張しています。13日水曜日非公開の宣誓証言のため連邦議会から召喚状が出されていたハンター氏はこれに従わず代わりに議会前で演説を行い公聴会での証言なら受けて立つと発言しました。 I'm here today to make sure that the House Committee's illegitimate investigations of my family do not proceed on distortions, manipulated evidence, and lies. My father was not financially involved in my business, not as a practicing lawyer, not as a board member of Burisma, not in my partnership with a Chinese private businessman, not in my investments at home nor abroad, and certainly not as an artist. バイデンン大統領ははハンター氏ののにに関してて記者の質問には無言を貫いています共和党が過半数を握る下院では13日水曜日バイデン大統領に対する弾劾調査を開始することを賛成多数で可決しましたが下院共和党はハンター氏を徹底的に捜査することでバイデン大統領の不正への関与の証拠をつかむ狙いだとメディアは伝えています。 トランプ氏は自身が抱える複数の裁判バイデン大統領は息子の金銭スキャンダルと民主共和両党とも大きな足かせを引きずりながら来年の大統領選を迎えることになりそうです次のニュースです先週末テネシー州など南部の州で局地的に竜巻が発生し大きな被害が出ています テネシー州では少なくとも6人が死亡したと発表されています9日土曜日、ミシシッピ州、アラバマ州、テネシー州など7州で少なくとも29の竜巻が発生しましたテネシー州ナッシュビル北部では2歳の男の子とその母親が竜巻によって倒壊したトレーラー住宅の下敷きになり死亡 テネシー州で少なくとも6人の死亡が確認され、負傷者は30人以上と伝えられています。この竜巻の強風で送電施設などが破壊され、爆発・炎上する事故も発生しました。Street, lines, cars, ナッシュビル郊外の教会では、住民およそ40人が参加した夕食会の最中、 風速毎秒55メートルの竜巻が遅い、教会は全開。住民らはシェルターに避難し一夜を過ごしました。To, to 避難した人たちは命に別状はなかったものの、数人が骨を折るなどの怪我をしました。 今週一週間は東海岸でも悪天候が続き数万世帯規模の停電が発生しました地域によっては復旧に時間がかかるとみられていますニューヨーク市の7階建てのアパートの一部が崩落した事故 事故原因はまだ調査中ですが改めてニューヨークのプリ・ウォーと呼ばれる戦前の古い建築物への注意を呼びかける声が高まっていますニューヨーク市ブロンクス地区で12日火曜日午後3時ごろに発生した7階建てアパートの壁崩落事故。 その瞬間を捉えた映像には、建築用の足場の中を歩く人や、倒れるパイプなどを避けて逃げる人が捉えられています。一瞬にして壁の一部が最上階の7階から丸ごと崩れ落ち、道路に散乱した瓦礫はおよそ12フィート、3.7メートルの高さに及びました。ニューヨークの消防などが瓦礫の中を捜索しましたが、巻き込まれた人はおらず、 この事故の原因はまだ調査中ですが市の記録によりますとアパートは築100年以上で建物の構造上には大きな欠陥はないとされていましたがアパートの外壁などに重大な問題があり2020年に外壁のレンガとモルタルにひび割れがあったと報告されています。 A big, big line. このアパートでは市当局から2年で178件の違反を通知されていたにもかかわらずオーナーが何もせずに放置していたと住民は訴えていますニューヨークでは今年4月に老朽化した立体駐車場のビルが崩壊する事故があり 古いインフラおよび建造物に関して市の規制も厳しくなっていますがこれらの所有者が放置したままのケースも数多くあるとされています次ですテキサス州で生存の可能性のほぼない胎児を抱える妊婦の訴えで人工妊娠中絶手術の許可を得る裁判が行われ州最高裁がそれを棄却しました 去年6月に連邦最高裁が人口妊娠中絶は違憲だとする判決を下してから中絶の許可を求める裁判はこれが初めてとされています31歳のケイト・コックスさんは妊娠21週目を迎えています胎児はエドワード症候群と呼ばれる染色体の異常で出産後の生存率は低く母体への健康被害と 再び妊娠することができなくなることが懸念されるとしてコックスさんはテキサス州裁判所に中絶の許可を求めていましたテキサス州は妊娠およそ6週間から性的暴行や近親相関による妊娠についても中絶を禁止する全米でも最も厳しい法律があり母体が回復不能な損傷を負う または命の危険にさらされる場合のみ例外として中絶を許可しています for, for コックスさんの訴えは7日木曜日州の下級裁判所で一旦は認められ中絶を許可する判断が下されましたしかしテキサス州司法長官がコックスさんは州法の条件を満たしていないとして上訴 日日月曜日に週最高裁で中絶の要請は帰却されました中絶賛成派の医師は。コックスさんの弁護士によりますとコックスさんはコロラド州やカナダから 中絶手術を行う支援の手が差し伸べられたということですコックさんは体調を考慮して州最高裁の判断を待たずに合法的に中絶手術を受けるため州外に出たということですテキサス州の法律では違法に人工妊娠中絶手術を行った医師には最大で99年の実刑と最低10万ドルの罰金が課せられます 次のニュースです。FDA 食品薬品局は、遺伝子変異による血液の難病に対し、世界で初めて遺伝子を書き換えるゲノム編集を使った治療法を承認しました。今月8日、FDA は遺伝性の病気カマ状赤血球症に対し新たな治療法を承認しました。カマ状赤血球症は 血液中の赤血球が釜状に変形し細い血管をスムーズに通ることができず体への酸素供給が不十分になることで発作的に重度の貧血や体に激痛などが生じる難病です今回 FDA が承認した治療法はクリスパー・キャスナインと呼ばれノーベル賞を受賞したゲノム編集技術を使用し DNA の特定の箇所を取り除き置き換えるハサミのような働きをしますこれにより体の激痛や臓器への損傷を軽減することができるということです it, it コネティカット州に住む15歳のジョナサン・ルービンさんは臨床治験に参加した最も若い患者です 家族によると、以前は数ヶ月に一度は入院していましたが、治療後1年間、激痛の発作は起きていないということです。 治療には数週間の入院が必要で、今後、価格をどう抑えるかなどが課題となりそうです。医学会では、FDA のこの承認は画期的な出来事だとしていて、今後、がんや糖尿病などの治療の第一歩になる可能性もあるとして注目されています。さて、最後に、思わず目を疑う映像。 ニュージャージーの人たちをびっくりさせた出来事ですここはニュージャージー州にある駅のホーム軽い足取りで颯爽と歩いているのはブル、オ牛ですよく見ると立派な角が生えていますオウが現れたのは14日木曜日午前10時半ごろニュージャージートランジットの線路で列車には45分ほどの遅れが出ました この牛はお昼過ぎに取り押さえられましたが、どこから来たのかはまだ判明していないということです。トナカイではなく牛でしたが、クリスマスシーズンのちょっとしたサプライズな出来事でした。それでは今週のウィークリーキャッチはこの辺でお別れです。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ごきげんよう。